サムライチャンネル。皆さんこんにちは、サムライチャンネルです。ついにいい材料が見つかりましたんで、ジェットシューター作りにですね、挑戦していきたいと思います。まずはね、型紙から取っていきたいと思います。で、これね、ちょうどAmazon の梱包材に入ってた紙なんですけど、当ててみたらね、長さがちょうどいいんですよね。そんなことでね、この Amazon の、梱包材で今型紙を作っているところです。私、型紙作るのこれ初めてなんですけど、あまりね、深く考えずに、もう作業の方はね、どんどん進めていっています。あまりね、精度に気にしてしまうと進まないので、多少ずれててもいいやということでね、ちょっと大きめに作業の方は進めています。カットするところにね、線を引いたら、このようにハサミで、切っていきます。このハサミはね、ネジザウルスとかで作ってるエンジニアさんが作ってるハサミなんですけど、非常にね、力があって、硬いものでもね、ぐいぐい切り進めることができます。まあ、こういう薄い紙切るときにはちょっとね、向かないんですけれども、このハサミ一つあれば大概のこと間に合いますんで、これで切り進めていってます。はい、型紙ができましたら、もう一度ね、シューター部分に当てて確認をしているところです。型紙ができましたので、今度はね、シートの方に、写し取っていきたいと思います。まあ、こんな風に適当にも引いてます。線が引き終わりましたら、ハサミでカットをしていきます。ハサミでね、簡単に切れるかと思ったんですけど、非常にこれ硬いんですよね。それですんで、ノコギリを使ったりカッターを使ったり、いろいろ試行錯誤はするんですけれども、結局ね、ハサミで切るのが一番綺麗に、精度を上げて、切ることができたかなというふうに思います。で、このシートの素材は、ポリプロピレンという素材なんですけれども、ヤマハさんのね、ジェットシューターはね、ポリエチレンでできてるんですよね。ポリエチレンの方が、まあ、スキーの滑走面だとか、ジェットシューターにも使われていて、どうもね、外で使う時の耐候性に非常に強いようです。で、このプロプロピレンの場合にはですね、耐候性があまり強くないというのが、あるんですけれども、その分ね、硬いというのがね、利点なんですよね。それですんで、まあ、ジェットシューターのね、石が当たって削れてしまうという部分に関しては、非常に強くていいのかなというふうに考えてます。どちらの素材も炭素と水素からできている高分子ですんで、まあ、できればポリエチレンの素材を使いたいところではあるんですけれども、この廃材利用、お金をかけないというのもね、一つの DIY の醍醐味でもあるんで、今回はね、このポリプロピレンで、作っています。道具を変えながらね、非常に苦労して切ったんですけれども、後になってからね、なんでグラインダーで切らなかったのかなというふうに、思っています。まあ、新しいことをやるときにはね、夢中になってしまいますんで、どうしてもね、気がつかないところも多くなって、やっぱり2回3回と作ってるうちにどんどん精度も上がりますし、道具もね、便利なものを選択できるようになってくるのかなというふうに感じました。両サイドのところは傷のついてるところが目立つんですけれども、まあ、使ってればね、どうせ傷つくし、まあ、後でね、ちょっとサンドペーパーで慣らしておこうかなというふうに思っています。やっと切り終わりましたんで、装着してみました。やっぱりね、この上の方がね、角張ってるんですよね。で、このシューターの下の部分は丸いんですけれども、上に行くに従って角張っているというシューターの、構造になっています。そのためね、この上の方はだいぶ飛び出してしまったり、下の部分もね、ちょっと引っかかる部分が出てしまったので、再度ですね、そういうところを修正して、またカットしています。このシューターの、ね、下の部分は、丸くなってますんで、弧を描きながらね、カットしていくので、ハサミの方がね、切りやすいかなというふうに思います。しかし硬いです。それではカットが終わったので合わせていきます。いい感じですね。次はね、この上部のところ、どうしても角張ってますんで、このようにシートがね、丸くなってしまいますんで、バーナーで炙って、シートのですね、成形をしていきたいと思います。なるべくね、同じところに長時間当てないように、全体を炙りながらですね、
調整をして、成形をしていきます。このようにですね、炙りながら少しずつね、力をかけていくと、だんだんシートがね、柔らかくなって、ぐっとね、曲がるようになってくるんですよね。まあ、そんなことでね、状況を見ながら力をかけて少しずつ少しずつですね、形を整えていってるところです。自分でもね、こんな作業をしながら、こんなんで本当にうまくいくのかなーなんて思いながらですね、もうやってしまったので、いややってしまえと勢いだけでね、今作業を行っているような状態です。今の映像はですね、早回しをしたり、まあカットしてますんで、その作業の本当に一部をね、凝縮しているような映像なんですけれども、全体を炙って、このシューターに沿うように、シートを形成しています。作業が終わりましたんで、ちょっとね、近づいて映像を撮っていきたいと思います。意外とね、思ったよりうまくいって、自分でもちょっと驚いているところです。角のところもね、まあ、ほぼぴったり沿っているので、そんなにね、問題がないレベルかなというふうに思います。これだけね、ぴったり沿わせることができればね、ヤマハのジェットシューターにも負けないんじゃないかなと、ちょっとね、自画自賛をしているところです。こんなにね、うまく沿うんだったら、新品のシートで作りたかったなというのがね、今のちょっと感想です。シートの成形が終わりましたんで、飛び出ているね、余分なところをね、カットしていきたいと思います。外してみるとですね、上は角張ってるけど下は丸いというのがシューターの形です。で、この段階でですね、型紙をね、段ボールに写し取っておきました。ここの部分だけね、ちょっとね、失敗してしまったんですけれども、まあ、あとは大体うまくいったかなというふうに思います。型紙が取り終わったので、再度装着をしていきます。今ね、ちょっとシャッターを開けて明るくして、撮影をしてみました。おおむねね、きちんと沿っているので、これならね、ジェットシューターとしての効果が十分発揮してくれるんじゃないかなというふうに、期待をしています。余分なところも切って、これね、知らない人が見れば元々ついてるんじゃないかなーなんていうふうにね、思ってしまう人もいるかもしれませんね。次のね、このシートを固定する方法を考えながら、やっぱりこのシューターに穴を開けるしかないかなというふうに思ってます。もう穴を開けてしまうとね、取り返しがつかないんですけれども、まあもう止めるにはね、それしかないかなというふうに思います。それでは、シートをね、ボルトで固定するために、今下穴を開けているところです。時折ね、潤滑剤を吹き付けながら、ドリルで穴を開けています。なかなか硬くてね、開きづらいんですよね。ちょっと裏側になってね、映ってないんですけれども、シートもろともね、一緒に穴を開けているところです。下穴が開きましたら、これ4ミリのドリルで、穴を開けています。まあ、なんで4ミリかって言ったらですね、ちょうど止めるビスがですね、このサイズだったので、このサイズの、ドリルで穴を開けています。錆止めのね、塗装するために、パーツクリーナーで、穴を開けたところですね、今きれいにしているところです。錆びてはないんですけれども、この錆チェンジャーを塗っておきます。次にね、このペンキをですね、穴に塗っておきます。ペンキが乾きましたら、またシートを装着して、裏側からですね、ビスを刺して、外側からナットで留めているところです。完成しました。思っていたよりね、簡単にできたかなというのが感想です。ステンレス素材でもいいかなと思ったんですけれども、やっぱりこのシューターは雪が滑ってこその、ジェットシューターだと思うので、あえてね、このプラスチックの、シートで作ってみました。材料もね、お金をかけずにできたので、非常に良かったかなというふうに思います。これでね、飛距離も伸びてくれて、シューターもね、傷つかなければ、非常にいい DIY になったかなというふうに思っています。そうは言ってもね、雪が飛ばなかったり、雪が詰まってしまっては意味がありません。とりあえずね、試運転をしたいんですけれども、ここのところ雪が降らないんですよね。それですんで、とりあえず積もってる雪を利用して試運転の方を行っていきたいと思います。またね、積雪があった際には、検証動画をですね、
お届けしたいなというふうには思っています。今日のところはですね、とりあえずこの積もってる雪での、除雪風景をご覧ください。除雪をした感想なんですけど、やっぱシートがツルツルしているので、いつもよりね、1メートル2メートル雪が飛んでるのかなといったふうに感じました。これでシューター内がですね、スキーの滑走面と同じような状態になりましたんで、スキーの滑走面といえばね、やっぱりワックスですよね。スキーのワックスといえばね、雪質に合ったワックスを塗ると、非常にね、滑りも良くなるのかなというふうに思いますけれども、なんかね、除雪をしながらとりあえずオールラウンドワックスでも塗ってみようかなというふうに感じました。今まではね、シューター内が金属だったので、ペンキを塗ってたんですけれども、今度はね、ワックスを塗ってみるのも面白いなというふうに感じています。まあそうは言っても、そのワックスとかね、ペンキなんか塗らなくていいようにするためのこの工夫だったんですけれども、なんかやってるとね、次々にいろんなことをやりたくなってしまって、また新しいチャレンジができたら面白いかなというふうに思っています。それではシューター内がどうなっているのかちょっと見ていきたいと思います。本当楽しみですね。つけた時とね変わりなくて、大方問題ないかなというふうに思います。まあ、またこの後ですね、雪が降りましたら今後の耐久性だとか改めてね、検証動画の方は、お届けしていきたいなというふうに思っています。もしね、挑戦される方がいましたら自己責任となってしまいますが、ぜひね、挑戦してみてください。コメントやグッドボタンを押していただくと、私も道具作成のね、励みになりますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。